光学台上で使われるマイケルソン干渉系マイケルソン干渉系はアルバート・マイケルソンが発明した最も一般的な干渉法用光学機器である。光のビームを2つの経路に分割し反射させて再び合流させることで干渉島を生み出す。2つの経路の長さを変えたり経路上の物質を変えたりすることで様々な干渉島を検出器上に生成する。 マイケルソンとエドワード・モーリーは、この干渉計を使って、有名なマイケルソン・モーリーの実験を実施した。この実験によって様々な完成形において高速が一定であることが示され、エーテル説が否定されることになった。マイケルソン干渉計には精密に磨かれた二つの鏡がある。光源から端子機構を発し、それが光線に対して、 斜めに置かれたビームスプリッターに当たる。ビームスプリッターは、いわゆるハーフミラーになっていて、光線の一部はそのまま透過して、一方の反射鏡に向かい、別の一部は反射されて、もう一方の反射鏡に向かう。それぞれの反射鏡で反射された光線は、ビームスプリッターに戻って合流し、一部は光源とは異なる方向へ進む。 そこに検出器を置いておくと干渉島が観測できる。マイケルソン干渉系における光の経路光源から検出器までの経路は二つある。一方は、ビームスプリッターで反射されて、図の上の方の鏡に向かい、反射されて、ビームスプリッターを透過して検出器に向かう。もう一方は、ビームスプリッターを透過して、右端の鏡に向かい、 反射された後ビームスプリッターで反射されて検出器に向かう。単色光源から発せられた平行光線がビームスプリッターに当たったとき、基本的に反射する光線と透過する光線は同じ強さになる。どちらの光線も過干渉光である。つまり、マイケルソン干渉系は一つの光源からの光を分割することで過干渉光を生み出している。 二つの経路の長さの差が波長の整数倍の場合、二つの光線は互いに強め合うように干渉し、検出器は強い信号を検出する。経路長の差が波長の整数倍と二分の一の場合、二つの光線は互いに弱め合うように干渉し、検出器は弱い信号を検出する。これは一見するとエネルギー保存の法則に反しているように思われる。 しかし実際には、ビームスプリッターにおいて弱められた部分のエネルギーが、強められた部分に再分配されており、エネルギーは保存されている。干渉の効果により、検出器に向かう反射光と光源の方向に戻る、光の配分が変化する。1800年代末には、干渉島を得るために放電灯、フィルター、細いスリットや針穴を使っていた。 マイケルソン・モーリーの実験では光源として星明かりを使ったこともある。星明かりは時間的コヒーレンスがない光だが天光源であるため空間的コヒーレンスがあり干渉島を生成できる。同心炎上の干渉島が確認できる。光源はナトリウムランプを使用。マイケルソン本人の制作した干渉系では 精度向上のためか稼働部は少なく、鏡全部を乗せたテーブルの軸の回転軸1個だけが稼働の機構である。回転すると光源の軸に対して鏡の位置がずれる。そしてその回転台を水銀で浮かせる水銀浮遊法の方式を用いている。マイケルソンの実験での水銀浮遊法の目的は、 摩耗などを防ぐためや、荷重の低減が目的であるとされている。マイケルソン干渉系の、よく知られている応用として、マイケルソン・モーリーの実験があり、特殊相対性理論の証拠を提供することになった。現在でも、マイケルソン干渉系は、調整可能な筐体域フィルターとして、あるいはフーリエ変換分校の中核として様々に、応用されている。世界で最初に、 重力波の直接検出に成功した、リゴ、リゴに続いて、重力波の直接検出に成功した、バーゴ干渉系、岐阜県の上岡鉱山跡に建設された、ケーグラなどの主要な重力波検出装置は、いずれも巨大なマイケルソン干渉系である。また、恒星の近くに存在する惑星を検出するために、使うといった興味深い用途もある。通信分野では、 DWDM ネットワークで位相変調から振幅変調への変換に使われる遅延線干渉系の原理としても使われている。医学では眼科学の分野で光干渉断層系という眼底検査を行う装置にマイケルソン干渉系の原理が用いられている。しかし他の多くの用途ではマッハツェンダー干渉系の方が扱いやすい。非線形 マイケルソン干渉系、または、ステップ位相、マイケルソン干渉系は、マイケルソン干渉系の一方の鏡を、GT エタロンに置き換えたものである。GT エタロンによる位相変化は波長に依存し、ステップ的振る舞いを示すので、非線形、マイケルソン干渉系には特定の用途がある。例えば、光通信では光、インターリーバで利用されている。 マイケルソン干渉系の二つの鏡をどちらも GT、エタロンで置き換えることもできる。そのような非線形、マイケルソン干渉系は、さらに非線形性が強まり、額、小降インターリーバの構築に使うことができる。マイケルソン干渉系の一方の鏡を、小さな球形の鏡にして、光源にレーザーを使ったものを不等航路レーザー、干渉系と呼ぶ。 望遠鏡の反射鏡の検査などに使われている。クリス・エヴァンス・著、橋本博士、上野茂協訳、精密の歴史、大河出版、2001年11月28日再版、184ページ。ありがとうございます。